こういう方が好きでした。なんでこれを紹介しなかったかっていうと、僕ら大道芸人でもこの道具をいまいち何と紹介していくかがわからないところがあります。とりあえずこれの3マナを捨てたままで頑張ります。ただこれ持って登ると乗った瞬間静かになるんですけど、僕から皆様の方を向きながら乗るということができません。とりあえず左足が乗ったところで一度大きな拍手もらえるとすげえ元気になるんで、ご協力よろしくお願いします。それでは参りましょう。大変お待たせいたしました、本日のメインパフォーマンス、ローラーバランス。皆様僕の左足にご注目ください。ごめんなさい、こっち右足なんで左いきます。ありがとうございます、いい拍手。手を離します、立ち上がります。おー、倒れ、ありがとうございます。拍手が嬉しいんで皆様の方を向いて笑顔で手を振ります。ちなみに練習の成果1個見てもらっていいですか。なんとですね、横もできるようになりました。ごめんなさい、こっち側の皆様、こっち側はまだ練習ができてないんです。それでは参りましょう、3本の音玉、曲が若干暗いんで明るい曲にチェンジして、よし。それでは3本の音玉、あ、ちょっと待って、なんか落ちた、なんか落ちたけど、参りましょう。実はですね、今の技、今年入ってから30回目くらいの大道芸なんですけど、決まったのがなんと5回目です。マジで調子出てきた。ちょっと寒かったんで、これが決まったら終わろうと思ったんですけど、スタートからいる皆様、後ろ見てください、こんなにたくさんお客様集まりました。待って、実はもう一個だけ難しいのが残ってるんですけど、それちょっと挑戦させていただいてもよろしいでしょうか。横もありがとうございます。それでは挑戦させてください。その前に一旦壊れたリモコンを直します。待って、リモコンが壊れた。よし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 、リモコンは直った。それでは紹介させてください。レッツゴー。今日の盛り上がってくださった皆様へ、僕